ちなみに引退を決めて、まあ親御さんを別にして最初に引退を伝えた人って荒木さん、これ、ね、誰だったんですか？本当にあの新聞報道が出ちゃったので、誰にも言う前ですよね。ああそうか、なんとなくみんなから問い合わせが来ちゃいますもんね。来ちゃいます、で来た順番に、あその通りでそうかそうなっちゃうわな。そうですね、でございますということを話しましたね。なるほど、こちらから誰かに最初に連絡するというわけでなく、はい、勝手に向こうから聞かれると。そうですそうです、なのでね、僕としては本当に一番最初はやっぱり中日新聞、中日スポーツというところから、はい、やっぱりその引退という発表をしたかったんですよね。今までやっぱり契約していただきましたんでね、ああいう形になって本当に申し訳ないなと思って。ちなみにまあいろんな方に引退の、まあ荒木さんからもね、ありがとうございましたってご連絡あったと思うんですけれど、なんか印象に残っているかけられた言葉とかありますか？そうですね、まあ井端さんに電話した時は普通にお疲れさんっていうその一言だけでありがとうございます。ほう、井端さんには、はい、井端さんはじゃあ井端さんから連絡してきたわけじゃないんですね。荒木さんにメールで辞めるのかみたいな、ね、報道を見たぞみたいな感じじゃなかった？最初はそんな感じで来て、でそこからもう全部終わってから電話しようと思って、全部終わってから電話します。あそうだったんですか。実際に緑区の、ラジオネーム緑区の秋典さんから、井端さんがジャイアンツを退団されました、荒木さんが最近井端さんとは何かお話しされましたでしょうか、今度はドラゴンズのコーチとしての洗い場コンビ見てみたいですっていうふうに井端さんに関する質問も来てたんですよね。でも実際に現場でっていう、これちょっと切り込みますけど、荒木さんにとって井端博一というのはどういう存在なんですか？先生ですよ。はあ、今もう間髪入れず答えが来ましたね。先生、もう先生が一番上にあってライバルが来て、全てを兼ね備えていらっしゃる。先生であってライバルであって、で僕の成長には欠かせなかった一人の人ですね。やはり井端荒木の二遊間を組んでいる時代が長くて、荒木さんから見たら他の選手と組む時に、まあ比べてはいけないのかもしれませんけれど、物足りない部分ってあったんですか？正直、ありましたね。ああやっぱり、まあ向こうは先生ですもんね。はい、先生です。なんでそこに守ってるのっていうことが多々ありましたので。ああそうです、ね、でそれに慣れちゃったもんですから、その後なんでそこに守ってないのっていうふうに思うようになって、まあ荒木さんが求めるレベルが高くなってしまったんですよね。そうです ね、その井端選手と組んだもんね。ちなみに井端さんにそうやって引退を告げた時に、井端さんからはどんなリアクションだったんですか？やめんのできるじゃんまだもういいですやめますもういいですやめますで、私一つ興味があるのは、福留選手とはどうだったんだっていうところなんですよ。あれね、どちらから連絡があって、康介は、お前新聞出たけどどうなってんの？で電話が、向こうから電話がかかってきた。で俺今日新聞記者に囲まれて、荒木さんが引退をって、それは正式発表かって聞いたら、コメントを求められたんですね。でも、俺は正式発表しないのは答えないよって言っといたけどっていうのは、ありがとうって、俺もこういう理由で最後の最後にしか発表しないからって言ったら、そうかそうかって分かった、でもお疲れさんだったねっていう話で、最後ね、花束を福留選手から渡された時、さすがにね、荒木さんもね、あそこだけだったですね。あそこだけ泣かないつもりでいたって言ってましたもんね。あそこだけ乗り越えたらもうなんてことですいやでも私も胸が熱くなったな、あの場面はな。いや本当にもうライバルですからね、彼は。